ということで今日はねスマブラ SP、 この前ちょっと負けてしまったこのね右下の人、右下の人にリベンジしたいと思います。もうちょっとね前回重りをつけてたので今日はちょっと重りを外してねピッコロ大魔王みたいな感じで僕はリベンジを果たしたいと思います。みんなもう目をつぶらずにもう目をもう充血するぐらい開けてね開けてみてください。ほんと次負けたら僕はなんかします。はい、ということでいきます。さあまあ待って待ってまあ待って待っていやー待ってちょっと待ってちょっと、うん、はい、うん、さあ重りを脱いだ僕をちょっと待って大丈夫でした。はい、こうやって敵をね敵をこうやって混乱させるのも大事。前回は第2セットぐらいかな、第2セットの1回目ぐらいでかなりいいねあれができたので、あああこれがジョーカーの力。ちょっと待って本当に、うん、痛いねこれね。あーやめて、痛い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 、なんか掴み強くなってないですか。あーなるほどね、だんだん僕の弱点が分かるようになってきたみたいです。のりさんはあーなるほど、やばいぞ、積極的に崖の外に行って落としたいと思います。これね僕がガードが多めだからあのなんだこの弱を振ってどんどんね、投げを拒否したいと思います。さあほぼほぼ体力のダメージ差は一緒。わーこれ敵に突っ込んじゃったな。あこれ投げられるでしょ、やばいな、完全に読まれてる、完全に読まれちゃったらこの反逆ガードあんまり、お出た、今度こそね、今度こそ、あちょダメだまだ外行っちゃったこの人、おいおい、あなんで取るのね、なんでジョンボクだもんだ、やめてよーガードが、なんでガードしてる、画面外やめてよもう、おっしゃあ、痛い痛い痛い、ちょっと喜んでる場合じゃない、喜んでる場合じゃない、商売に先、あ、やめろはい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 、さようなら、あ、そんなのじゃない、なんか回復してないマリオ、してない、すいませんでした、嘘、嘘をつきました、あ、うまいな、あ、うまい、それはうまいぞ、困ったな、あ、やばいよ、あ、やめて、よいしょ、このペルソナが出てるときにいろいろやんないと結構ね、やばいんだよな、やばい、ペルソナどこ行っちゃった、おいしょ、上行け、おい、ダメだ、なるべくガードを出さない方向で対策していこう、 47%、 いやー、うまい、うまいよ、うおい、痛いよー、それ、下火か、うわー、うまい、叫んじゃった、やばい、弾末魔、何がいけないのか考えましょうね。さあこれは冷静にこれで受け止めたらペルソナが来る。さあうまいぞ、出た、これ偽物じゃない、大丈夫、たまに偽物来るからね。ねえなんで僕の時割れないのに、あ、いや僕違うじゃん、ねえなんで僕じゃないの、ねえなんでなんだろうね、いじめとしか思えないね、これはね、ファイヤー、ほら、しゃあこら、そこらボケ、ごめんなさいごめんなさい、ボケなんて言うね、言うあれじゃないんです、本当は僕そんな悪い子じゃないんです、本当は、あい、さあ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 、おいおいマジやめとけやめとけやめとけよ、やだよやだ、なんだそれなんだそれ、さあまだまだ勝ち筋は全然あるんで、えい、あっち行け、本当にうまいうまい、あー下スライド強いんだ、あー困る、うまいうまいうまいよ、やだやだ、おいおい、どこだお前、さあ、いいほ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 、さあこのままコンボつなげていきたい、よいしょ、オッケー、このままいきたいなり、おいオッケー、
こいこいこ。ヘイチェケラ、ウェイチェケラ、よし、ヘイチェケラ、ヨーチェケラ、ありがとう。イエーイ、これで一勝でございます。皆さん一勝ですよ。2回勝った方の勝ちだからね。2回勝った方の勝ち。ここでね、前回の僕は油断してしまったんですよ。今回は油断せずにボコボコにしていきたいと思います。いいですか、のりさん。覚悟は、はい、うなずいてますね。いや、重しをつけた僕はやっぱりね違いますからね。さあ行きましょう。おいよおいよ。このこれはね、もう冷静にこれでガードで。おいよ。下スマなんで、下スマか下強かな。おいぞ。それはねダメですよ。さあ上コンボ。あー繋がらん。よいしょ。おいいね。好きに差し込んでいく。やめて。ほえっ、うまいぞ。やんでる。うまい。出た、スマッシュボール。でもこれまだ僕一回も取ったことないよ。どうしてこれ取れんの。ねえ、のりさんはどうして。ああねえ、これさ、前にいても後ろにいてもダメないよ、これ。これで負けてる説あるわ、これ。本当本当にしょうがないですね。おらなあ、これこれがあかねちゃんですよ、皆さん。やめて。あれほい、ダメです。いや、うまい、うまいよ。のりさんね、その場回避がめちゃくちゃうまいんだよ。その場回避の男のり。よいしょよいしょよいしょ。あー、今な反逆ガードした。あー、これもうまいな。いやー、やめてねえ。おほほーい。そればっかやってればいいと思って。はぁ、あ、切れた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 。八方斎ってみんな知ってる、あの忍たま乱太郎のキャラクターなんだけど、僕切れた時に切れた八方斎って言っちゃう癖があるんだよ。おい反逆ガード、あね、あーもうね、その上からビョコ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 やってやいと思ってるんじゃろ。はい、反逆反撃反逆反撃、ちょっと分かん、どっちかどっちか分かんなくなっちゃった。おらそうしてればな、当てると思ってるんだろ。そんなに甘くないんだ、スマブラは。おらこのためには、このために生まれてきたと言っても過言ではないと言いたかったんですよ。痛い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 。ここで油断したら負けちゃうからな。いよいしょ。おい、あ、これスマッシュ決まらんか。うわ、その場回避ほんとにうまい。その場回避はどうしたらいいんだろうな。その場回避対策を知りたい。あー、やめて。これさっきからこればっかやられて、ほい、やめてよー。うっとうしい。あ、間違えた。あー、うまいうまい。よく見てますね、よく見てますね。ああいうね、ちゃんと隙に差し込むのがスマブラ大事だからね。敵ながら見事と言ったところか。おいぞ。ただし、わしにはもう効かんのじゃ。ねえ、それの子、上強ない？出た、スマッシュボール。ねえ、と、僕に取らせてってば。ねえ、頼むって。ありがとう。あ、痛い。ねえ、もう。来たー！来い！わーわーわー！来た！来たよ！おーやった、来た！やった来た！かっこいい！スマッシュしない？おー！あ、ダメでちゅよ、ダメでちゅ、痛いでちゅ、うん、まだまだだね。さよなら。はい、ということで、のりさんとの
2先無事に勝利することができました。イエーイ。もう前回本当に悔しかったからね、もう今回勝つことができて本当に良かったです。ということで今日は気持ちもいいことだし、この辺でおしまいにしたいと思います。また次の動画で会おうね。朝のあかねでした。バイバーイ。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくなの。